杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生。薬にまつわる情報をお届けする教えて薬剤先生、今日の内容はこちらです。血管テーマは目。今日は目の見える仕組みと老眼をお送りします。島澤先生、今回のテーマ老眼ですが、老眼とはどういうものなのでしょうか？老眼は誰もがなる目の老化です。私たちが物を見る際にその情報を角膜水晶体のところで屈折し、目の奥にある網膜にピントを合わせることではっきり物を見ることができます。老眼は40歳前後から始まる誰もがなる目の老化で、水晶体の調節力が弱まった結果、近いところが見えにくくなる症状を指します。近くが見えにくくなっているのに無理をしていると肩こり、目の疲れ、頭痛、吐き気などの症状が現れます。老眼初期の症状として、細かい字を見るのがしんどい、本を読むとき少し離して見ないとしんどい、字はぼやけないが目が疲れる、暗いところでは字が読みにくい、夕方から字が読みにくくなる、緊張していて遠くに視線を移すとその瞬間はぼけていてじわっとはっきり見えてくるなどが見られます。誰にでも起きる目の老化に対してどのように対処すればいいですか？そうですね、老眼の進行に大きく関わっているものに生活習慣があります。規則な食生活、脂質や糖質中心の偏った食生活、運動をほとんどしない、睡眠不足、仕事などの過度なストレスなど、生活習慣病になりやすい生活は老眼も進みやすくなります。老眼とうまく付き合うポイントとして、老眼の初期症状を見逃さない、目に負担をかけない、老眼鏡やコンタクトレンズで補正する、健康な生活を心がけましょう。今日のポイント、目の見える仕組みと老眼。老眼は40歳前後から始まる誰もがなる目の老化、進行に生活習慣が大きく関わっています。初期症状を見逃さず、老眼とうまく付き合っていきましょう。老眼は誰もがなる目の老化現象ですので、怖がらずに無理をしないでうまく付き合っていくことが重要です。目に負担をかけず適切な生活習慣を心がけることで進行を遅らせることが可能です。もし初期症状が現れたら眼科を受診することをお勧めします。次回は目の病気の予防についてお送りします。島澤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。